ってちょっと分かりにくい説明だったんで、これがあの7つ星もうめちゃくちゃ売れて2回とも、そのまま速攻で売り切れちゃいましたけども、これの銀箔バージョンなんですが、40と50と60という重さがあるんですけども、60は飛ぶだけで40は泳ぐって言って、そういう話をしたんですが、それの違いをちょっと見てみましょうということです。で、60はどう考えても圧倒的に飛びます。誰が何つっても飛びます。飛ばし浮き、この沈下が、沈下にはあまり期待できない。このサイズ、このサイズはね、60g は、 60g というのは要するにキャストの飛距離と、あとこれ、このゆったりしたジャーク、これだけで食ってるっていうことです。とにかく距離を出してゆったりワンストロークを1メーターぐらいのジャーキングをしてあげると、スロージャーク、この動きで食ってしまう。 40g、 これでも十分飛距離は十分なんですけども、これはほら巻くだけでも軽やかに泳いでくる。でほら落ち込みも今見てもらった通りゆら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 でしょ。すごいでしょ。だから40はそういった面でゆらゆらゆら、ね、前方ゆらゆら系で落ちてきます。40と60というのはもう全く違うものというふうに思ってください。40はただ普通にただリトリーブするだけでも体を揺らしてきます。もうちょっと待って、こうですね、このままで、このままで来ちゃいます。すごい。だから普通に言うと飛距離をあんまり必要としないんだったら絶対買うなら40ですよね。でどっちもっていうとやっぱり50で、飛距離だけ重視、要するに距離だけを重視するならはもう絶対60。違いすぎるよね。同じ製品とは思えないというのが、実はこれだけ同じほとんど同じシルエットで中に入ってる重さが違う。まあこれの方がちょっと薄いんだけども、ちょっとだけ薄いんですよ。これ実はこいつと比べたら、ただこれだけの中に 20g 余計に入ってるやつと、要するに 20g ちょっと軽いやつったら、どう考えたって軽い方が泳ぐんで、それはもう理屈通り。ただ使い方によってはこちらの60の方が勝つこともあるし、それから一般的に言ったらこの40、50の方が動かすのは楽ですよということ、この違いをちょっと説明しました。これね、実はね、面白い話でね、普通に売ってる時は何 も書いてないんで、どっちがどっちだか絶対わからなくなります。だから自分でペンでここにちょっとマークを入れていくといいですよ。40とか60とかね、これもちょっとアイディア。はい。